日々生み出される膨大なニュース、その裏側に知られざる衝撃の事実が隠されていた。追跡ベスト8。夕刊ベスト8の気になるニュースを徹底取材、追跡ベスト8。今週の追跡ターゲットはこちらです。芸能人の写真修正事情。 R&B の女王ビヨンセが某アパレルメーカーのポスターに登場。しかしその写真が腰のあたりを細かく修正されていたことを知り激怒したというニュース。今回はそんな芸能人の写真修正事情について追跡してきました。やっぱマツコさん、若林さん、その写真の修正というのは必要なんでしょうかね。まあ必要だと思った人が必要なんじゃないの。私は別にどうでもいいけど、向こうがね、ちょっとこれじゃあ載せらんないですって言われたらもうしょうがないわよね。だから見る方もそれを加味して見れてるでしょ、もうみんな。ああ、そうなんでしょうかね。はい、ではご覧ください。追跡ベスト8。変な話、某化粧品会社の某女優さんは400箇所修正したって聞いたよ。R&B 界の女王ビヨンセがアパレルメーカー H&M のポスターに登場。しかしその写真が画像編集ソフトを使って修正されたことを知り激怒したという記事。日本でも広告やグラビアの写真が修正されているという噂は聞きますが、実情はどうなんでしょうか。芸能界の写真修正事情を調査します。伺ったのは一般の記念写真から芸能人が出る広告写真まで幅広く手掛けるスタジオエイメイ。女性ファッション誌の表紙も数多く撮影してきた平松さんにお話を伺います。実際にですね、広告やグラビア写真で写真修正をされることっていうのは多いのでしょうか。ほぼ 100% やってるって言っていいぐらいほとんどやってるんですよね。女優さんの場合何箇所くらい修正されるんでしょうか。まあ100箇所以上というか、もうやらないところはないぐらいな。写ってる部分でね、髪から目から100箇所以上ってとこじゃないですかね。ということで、若林さんをモデルに実際に行われる代表的な作業を見せていただきました。もうすでにどのように修正していくんですか。これまで修正前でしょ。エラを削る、あと目をパッチリ、歯をきれい、その3点ですね。じゃあ右側のエラーを削っていきます。はい、いきますよ。おお豪快にいきますね。一気に自然に見えるように削っていきます。はあ、さらに修正は続きます。顔の命である目に取り掛かります。どこだけ上げたんだよ。いきますよ。はい、目力がやっぱり、写真の目力です。最後に歯をホワイトニングしたら完成しました。全然違いますね。別に若林さん太ってるわけでは全然ないんですけど、やっぱりシュッとしてる方が、はい、より一層なんか美しく、はい、綺麗になりますよね。でやっぱ目をバッチリですね。目力グッとくるような。あとエラをなくなった分、顔がシュッとして理想的な笑顔になりましたよね。癒されますよね。もう修正最高ですね。ここでさらに業界の裏事情を聞いていきます。驚いた写真修正の依頼はありますか。某グラビア事務所のタレントさんのダイエット企画が雑誌のですね、それももうコンビニとかで売ってる雑誌なんですけどね、その編集長から電話がかかってきてですね、あのダイエットにやっぱり失敗したと、分かりました、じゃあアフターを痩せさせます。そこで話が終わりだと思うじゃないですか。このアフターを痩せさせるのは当たり前ですけど、ビフォーの方のやっぱりお腹をこうぽっこりさせたりとか、二の腕を 10% 太らせてほしいとか。なるほどね。節付けですが、写真修正は詐欺だとは思いませんか。全然思いません。やっぱりモデルさんは綺麗になりますし、クライアントさんは商品が売れますし、
カメラマンは自分の世界観がね、よりクオリティの高いものを社会に出せますし、買った人は、綺麗な写真が家に届くわけです。そういうのを誰も損してませんよね。損してない、ハッピー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 、詐欺の要素は全くありません。ハッピーそのものですね。最後にどうしても検証したいことが、昔のさ、いわゆるそういう美的な、なんか価値観のもとを細くしようと思ったら、それも別人キャラ。マツコさんは細くなると別人になってしまうのでしょうか。ということで無理を言って修正をお願い。一体どんな仕上がりになるのか、マツコと1時間。できました。終わりましたか。難しいんだね。うわぁ、すごいっすねこれ。なんということでしょう。そこには見たこともないマツコさんの姿が。ポイントっていうのはやっぱり鎖骨とかですね、お首とか、そういうところがもともと撮った写真にねないところをどうやって作り出すかっていう、もうクリエイティブな世界になってきましたけど、これはマツコさんですかね。マツコさんですよね。マツコさんです。へったくさい、こちらがですね、皆さんの顔を修正した写真を改めて、写し出したものなんですが、VTR ご覧になっていかがだったでしょうか。あの人下手くそですよね。そんなことはないですよ。もう数多くの修正を。じゃあやっぱりあのちゃんと叱るべきものを払わなかったから手を抜かれたんですよね。まあそういうことですね。それなんですかね。でも結構その若林さんの修正とかも、やっぱりその平松さんがその修正というのはその自分のウィークポイントとか、そのそういうところを消していく作業だっていうんですけど、自然ですよね若林さんはね、はい、私修正前の方が好きだけどな。あ、自分です。でも私も修正前の方が好きですよ。そうでしょ。はい、うるせえ。ちなみにですね、ちなみにあの VTR じゃなかったんですけど、はい、もう内藤さんと深川さんのその写真もやらなくていいですよ。修正していただいたので、まず内藤さんからですね、はい、こちらになります。こちらですね、こちらが修正前でこちらが修正後なんですけど、いかがでしょうかね。いや、これも修正前の方が私は好き。でもそのコンセプトとしてはより美しく、あと色合いをちょっとその明るめにすることによって、トーン明るいし、あとほうれい線とかがないのかもしれないですね。いや、だからこの番組ってさ、取材協力費だって大して払ってるわけじゃないし、むしろタダでやってんでしょ。タダでやったらこのクオリティってことよ。そりゃそうだって。その話私のめくれてからできて気を取り直して深川さんの修正写真がこちらになりました。はい、こちらです。素敵な環境で働かせてもらってます。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございます。さて、来週は、どんなニュースの真相が暴かれるのでしょうか。以上、追跡ベスト8でした。待ち受け画面に欲しい。